アーウィン・フリンク・スミスアーウィン・フリンク・スミスはアメリカ合衆国の農務省で働いた植物病理学者である。多くの細菌性の植物の病液の研究を行った。ニューヨークのフルトン近くのギルバート・ミルズに生まれた。1870年に家族とミシガン州に移住し、クリントンカントリーで農園を開くが、事業は失敗し、ノースプレーンズ・タウンシップに移った。スミスが 高校に入学したのは農園の仕事をしなくて良くなった22歳の時である。多くの書籍を読み、独学で植物学や細菌学を学んだ。1881年に高校在学中にホイラーと教著でミシガンの植物に関する著書、カットロークオブザ・ファナガマス・アンドバスキュラー、クリプターガマス・プランツ・オブ・ミシガンを出版した。詩を書くのが好きで、 いくつかの詩も書いた。貧しかったので、高校を卒業した後、大学へ進まず、ミシガン刑務所の監視となるが、公衆衛生に興味を持ち、細菌学の本を読み始めた。1885年に、ミシガン大学に入学した時には、入学のすぐ後に、ほとんどの家庭の試験に合格してみせて、1年後には、植物学の学士号を得て、 植物産業局の植物病理学主任となった。1889年にミシガン大学の博士号を得た。植物の病気と細菌の研究を行い、1910年にバクテリアインディレーション2プラントディジージスを出版した。オランダからアメリカに渡ってきたフランク・ニコラス・マイヤーを雇ったことや、多くの女性研究者に植物産業局で研究させたことでも知られる。 これらの女性研究者には、ネリー・エイ・ブラウン、ブライアン、ヘッチズ、マッキュロック、カーク、ハッセラがいた。腸内細菌科の属名、エルイニア属に、懸命されている。イカイ SM は、植物の学名で命名者を示す場合に、アーウィン・フリンク・スミスを示すのに使われる。ありがとうございます。